終わったよ。久々だった。見てた？緊張した。はあ、そうだ、これね、これせこすぎですよ。あなた、なんで知ってんのって感じ。カラーって花でしょ、これ。持って帰ってきちゃったな。こんなにどうすんのよ、これ。うち花瓶ないのに。嬉しいなって思いながら舞台に立ってたら、ありがとうって思いながら立ってたら、なんか泣けてきちゃって、もうやばいやばいって。全然ね、泣くシーンでもなんでもないの。でもやばいってこらえるのに必死になっちゃって、体力の消耗が激しいのなのって。じゃあね、あのね、打ち上げで言われちゃって、泣いてただろうって、バレてるだってさ、そりゃ泣くじゃん。前より舞台見てもらえることが嬉しいなって思っちゃったんだから、今回ぐらい許せよってね。無事千秋楽が終わりました。はー、欲を言えば欲だから、見てほしかったな、ウェディングドレス姿。お芝居だけど、はあ、見てたか。ご出席ありがとうございました。風呂に入りますよ。
皆様、花芝居おしまいをご覧くださいましてありがとうございます。出演させていただきました松木若春です。今回の花芝居ででん、こちらですね、一つの演目に一つのお花を題材に脚本家がシナリオを書き、役者が演じる一人芝居となっております。役者をイメージしたお花を花仕事さんが選んでくださるという流れなんですけども、なんと松木は今回カラーというお花を選んでいただきました。見てこれ、すごい真っ白ですごく綺麗。なんかね、結婚式とかによく使われるお花だそうで、こんな綺麗な花を選んでいただきまして嬉しいなと思っております。改めてででん、こちらですね、今回の花芝居という企画、こっち参加させていただきましてありがとうございます。こちらご覧になっていただいて、もしお気に召したり応援しようと思っていただけましたら、でんご支援花チケットをご購入というシステムがございます。この花チケットを買っていただくと、役者、脚本、演出家、そしてこのお花をね、いただきましたお花屋さんに売り上げがこうちょっと分配されるというすごい、見終わった後にこんな話またご購入いただきました方にお花2、3輪がご自宅に届きます。花のある生活、素敵ですねで、またあの鍵付きのね、特典動画、こちらがご覧になれます。なんとこっちの内容はね、役者の、私ですね、限定画像だったり、脚本家、今回日野さんという方に、初めましての日野さんに脚本演出をしていただいたんですけども、日野さんの脚本演出家の副音声解説付き動画ということで、どんなになってるんでしょうね。こちらはまつげはまだ見ておりませんがなんかこういう特典もありますのでね、こんなご時世ではありますが、少しでも何かね、あの演劇、お芝居、何かしら形になって皆様の元に届いて、何かぐる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 回ったら嬉しいなと思います。で、これがまたいい匂いなんですわ。何度でもね、きっと見れると思うので、ぜひぜひ見てください早く皆様と舞台の上からお会いできるのを楽しみにしております。本日はありがとうございました。松木若葉でした。